検索表、検索表、検索表、A、アイデンティフィケーションキーとは、生物の種などの分類群を同定する際に補助と、するためのもので、普通は、文章で示される二者択一の選択肢を選んでいけば、分類群を特定できるようになっている。英語では、キーというが、未知や神秘を暴いたり説明したりするものに対して、鍵ということが生物学で流用されたものとされる。 生物の同定は、なかなか難しいものである。形態がよく似ているものがあり、同じ種でも、個体変異がある。それぞれの特徴の現れる形質のありかも、分類群によって様々で、慣れないものが見比べても判断がつきかねることも多い。そこで、その中から、目当てのものを選ぶ手助けとして考案されたものが、検索表である。最も標準的な検索表は二者択一式のもので、 ある。生物の分類に利用できる形質の中から、はっきりと区別できるような特徴を取り出し、二者択一の形で並べたもので選択肢のどちらかを選ぶと次の選択肢に飛ぶようになっており、これを繰り返していけば候補の種が選択できる。検索表は図鑑によくついている。特にやや専門性の高いものにはつくことが多い。これらの書籍は、 童貞を目的とするため当然の措置であろう。さらに検索のために特化した検索図鑑と銘打ったものもある。これは図鑑一冊が丸ごと検索表となっており、その間に解説と図版が収まるといった体裁のものである。むしろ子供向けや近年の写真図鑑には煩雑さを嫌ってかつかないことが多い。いずれにせよ。 これらの図鑑はそもそも網羅性が低いので、付属していても役には立ちづらいであろう。専門的な書籍では、植物史などにはほとんど掲載される。学術論文では、ある群を網羅的に扱ったモノグラフや、新聞類群の記載の場合に検索表をつけることが多い。校舎に関しては、これを必要な要請は行われていないが、どちらの場合も、 類縁群との差や区別を明確にすることが必要であることから、それを明確にし、見通しを良くする役割がある。以下に、簡単、かついい加減な検索表の例を示す。水田の魚の検索表を作ってみよう。対象となるのは、メダカフナ土壌ナマズである。捕まえた魚を見て、口元に、ヒゲがあれば一の上の方を選び、指示に従って2へ行く。 次に顔つきを見て、明らかに偏平で幅広ければ、ナマズがその主名の候補に上がったことになる。上記の例は、あまり必要性のない、非現実的な例であるが、一応の検索表の体はなしている。検索表にはいくつかの型があり、例えば各項目に数字を当てる場合、アルファベットなどの記号を当てる場合、対立する項を直下に並べる、例、分岐を間に挟む例などがある。 いずれにせよ、視認性に配慮して、インデントを段階的に落としてあるのが普通である。ここで、問題は、どのような形質を取り上げるかである。使う側からすれば、できる限り、はっきりと、区別できる特徴であることが望ましい。大きさは重要な特徴ではある。メダカとフナなど、親の大きさでは何倍もの差があるから、一目瞭然である。しかし、稚魚の場合、 どこまで大きくなるのかは判断するのが難しいので実用的には問題がある。植物の種子などの場合は成熟しなければできないのでこの問題は少ない。色なども目立つ特徴ではあるが区別が難しい場合もありまた群によっては変異が多くて役に立たない場合もある。作る側からすれば対象の中のはっきり目立って異質なものはまず跳ねのける。 というのも一つのあり方である。それ以上は検索のあり方によっても大きく異なる。検索表はそれぞれに対象とする範囲が決まっている。あるいは決まった対象を仕分けるために作られると言ってもいい。その対象とする分類群の範囲が小さい場合には検索表は非常に有効である。基本的には同じ仕組みの生き物の群ごとの区別点を取り上げていくことになる。 分類を基本とする図鑑や、専門の学術論文などにあるのはこの方である。それに対して、非常に広い範囲をカバーしなければならない、検索表もあり得る。例えば土壌動物や、海底の低性生物など、ある採集法で非常に広範囲の生物群が採集されてしまう場合、それらの同定の補助のために検索表が作られることがある。その際、 対象とする生物群は非常に多数の門にまたがる可能性があり、とても異なった体制のものを仕分ける検索表が必要になる。一般的には群が大きくなるほど検索表は扱いにくくなる。工事の分類群間の差はその体制などの基本的な部分であるが、外見からは見て取りにくいことも多く、同時に例外が多いからである。 検索表における振り分け方には大きく二つの方向性がある。一つは分類体系に沿ったもの、もう一つは判別の勘弁さを狙ったものである。生物の分類は上から決まった段階に分かれ、上位の群内には複数の海軍が含まれる枝分かれ的構造を持っている。そこでこの枝分かれに従って振り分けるようにするのである。目、下、属とそれぞれに 直下の海軍の検索をつけるのが普通であるが、例えば目から属までひとまとめに検索できる表をつける、などの例もある。属以下の場合も、あぞけや不死が設けられている場合、それに沿って分けていく。分類の専門書や、専門性の高い目の図鑑ではこの形をとるものが、多い。この型の利点は、分類体系に沿った分け方であるために、体系についての見通しが良いことである。 問題点は、どのような体系にも例外が必ずあることで、そのような種では、検索表を辿って辿り着けなくなる恐れがある。また、工事分類群の場合、検索表は、ほとんど非実用的になりがちである。例えば、種子植物の芽やトガを探すための検索表は、大変である。さらに、琉球植物史では、琉球諸島に分布する。 イカンタバ植物に対する検索表を載せている。その最初の段階は、胞子の発芽のあり方から始まり、これで、シダ植物と種子植物に分けているが、これなど、実物相手に確認することはまず不可能である。このような検索表は、知識のあるものは使わないし、全く知らないものには使えない。口差がないものからは、そんな風に言われることもある。したがって、 一般的な図鑑では、あまり上位の分類群には、検索表を置かないのが多く、トガヤ族の段階から括弧に検索表をつける。そこまでの判断は絵合わせでやってくれ、といったところである。大抵はこれでうまくいくのだが、中には、溝箱べと水松葉と鈴目の箱べのように、トガが全然違うのに、外見では似ているものがあり、困らされることがある。 分類体系を無視してでも、とにかく見分けることを目的として組み立てるものである。間別分類的と言ってもいいだろう。例えば植物の検索図鑑などのよくあるやり方では、まず葉の形で単葉と副葉に分けてしまう。そこから虚子があるかどうかなど、分類体系にはあまり関係ないが、外見的に判別しやすい特徴で仕分けていく。 この方法では分類体系的な見通しは良くないが、現実的には扱いやすい。樹木の検索図鑑などにこの例がある。樹木は皆、形が似ていて、しかも分類学上で重視される花や果実が見当たらない時多いので、間別的な方が実用的である。土壌動物ではまず殻があるか、足があるかといった区分で大きく分けるやり方がある。 例えば、節足動物は足がある区分にはいるのだが、昆虫の幼虫には足のないものも多いので、この両方に少しずつ入っていることになる。検索表は、文章で表現できるものを対象とするのが普通であるが、図を併用することもある。専門的なものでは図をつけない例が多い。詳細は、各論部分に任せる姿勢である。むしろ初心者向け。 一般向けのそれにつける例が多い。例えば稲科の検索で、まず保全体の姿をいくつか例示してその中から選ばせる例、稲のようにババラのものか、麦のようにまとまっているか、といった風がある。このような方法はとっつきやすく、ひとまず大まかにいくつかの方に分ける、という段階を作ることでそれ以降の絞り込みが、益になる。しかし、実際には、中間的なものや曖昧なものがあり、 すっきりと割り切れないものもある。検索表は便利なものではあるが万能ではない。使い方を間違えては仕方がないし、また検索表という形そのものにも問題がある。うまくいかない場合の例として対象とする個体が標準から外れていた場合がある。戦術の水田の魚の例で、例えば捕まえた魚がヒゲの切れたナマズだった場合、 ヒゲがないので絶対に生ずにたどり着かない。このような例は、複数個体を集めて比較することでほぼ避けられる。植物では、多くの花に突然変異として、白花が出る、可能性がある。これはあらゆる場合に過食による、区別判断を無効化する。そういった特殊なものでなくても、個体変異の幅がある場合も困る。例えば、アカネカルリミノキ属のマルバルリミノキは、 傭兵がないかまたは短いのだが、これを検索に使おうとすると、傭兵はないかまたは短いと、傭兵はあるを選択肢にしなければならない。これでは目の前のものがどちらなのかわからない。このような問題を避けるために、検索表の方の工夫として複数箇所に同じ種などの分類群を置くこともある。つまり、傭兵はないなら丸々リミノキ、傭兵はあるなら次の選択肢に進み、 そこで、ハーシは左右不対称ならばまた、丸々リミの木にたどり着ける琉球植物詩の例。いずれにせよ、検索表の持つ大きな問題点は、区別すべき特徴に順序をつけることにある。どのように工夫しても、最初の方で選択を間違えると大きく外れたところに飛ばされてしまう。したがって、検索表をたどって得られた結果は、絶対に鵜呑みにしてはならない。 必ず行き当たった分類群の詳しい解説や図版と付き合わせて確認すべきであり、おかしい部分があれば見直す必要がある。もう一つ注意すべきなのは検索票が候補を絞る過程であることである。もともと候補に上がっていないものには行き当たらない。しかし実際に生物を捕まえた場合、それが候補外であること、例えば新発見であったり、 未採取であああったりするるるる可能性ががことも考える必要がある微生物、特に細菌類では、形態が単純であることが多く、生理作用が重要な特徴となっており、例えばどの塔を利用できるかとか、どのような成分を発生させるかなどの特徴で分類される。それを調べるために、代表的なものには、識物培置が用意されるが、 これを検索表に持ち込むと、なかなか厄介なことになる。例えばに並べてという項が並び、しかもそこにはいるのが多いことがあり、到底検索表の体をなさないことすらあるらしい。先に述べたように、検索表は特徴に順位をつけて扱う点に問題がある。これを避ける試みとして、特徴の一覧を作ってしまう方法がある。 例えばある族の種を全部取り上げ、次に種の区別に使える特徴や形質を網羅的に取り出し、形質ごとにそれに当てはまる種を全てあげてしまう。使う側では対象の標本に見られる形質を調べ、それぞれの形質ごとに候補種がわかる。複数の形質を調べて、それぞれの形質から選べる候補種のうちの共通するものが候補として絞られる。 それが一つになればそれが本当の候補となる。例えば先の水田の魚の例であれば、A 船、B メダカ、C ナマズ、D 土壌とすると以下のような風である。この方法は形質に順位がないのでとにかくわかりやすい。形質から順に当たっていけるし、その標本から得られない形質は無視できる。問題はこのような操作が人間の能力では手に余ることである。 しかし、これはカード型データベースにおける絞り込みのやり方、そのものなので、人の能力では扱いづらいが、コンピュータを利用する場合は有力である。今後はこの方向での活用も試みられるであろう。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。